テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい Like a Radio。 テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。皆さん、いや皆の衆、100万回言えばよかったの予告が親切すぎやしませんか。次回を期待させるではなく、わざと別のことに注目させてないかということについて今回はフォーカスします。今見えている状態、この伏線と思うことこそがほにゃららである可能性。ピュアピュアなくせに怖いね、事件謎解き。なお、このドラマは初回から最終回まで追いかけますので、チャンネル登録もお待ちしています。他のドラマ予告との比較。他のドラマといっても、例えば秋ドラマの祈りのカルテやサイレント、エルピスなどとの比較ですが、どう考えても次回予告がすごい、濃い、そして展開が早い、次に分かっちゃうことが多すぎ。まあ、前回の動画でも、不可解な事件、直樹はなぜ死んだか、謎の男は生きてる死んでる、ゆずるの能力がドラマを左右する、このあたりは私は出していたのですけど、放送日が金曜日でしょう。そして土曜日の夕方っていうか午後にはもうスペシャル番組やりつつ、 YouTube 公式予告動画にプラスするような、金曜日の番組終わりの予告を超えるような内容を流していたらしいんですよ。特にですね、私はこの謎の男に殺人事件の被害者が憑依してるとか、被害者は直樹のお客さんだとか、次の展開もともとの可能性を言ってたわけです。でも動画編集してる時にはもう次回のことが出ちゃってて、謎の男はどっちかっていうと直樹とひょうきんなやり取りするとか、もう死んだこと認めようよ、生き返る方法を教えようか、あ、ちょっと思ったゲラゲラ、こういうのがあったりするわけじゃん。何者なんよ。だから謎なんだけど、役どころ一体何なんだっていうのももう予告バッチリありがとさんなわけですよ。いや面白いんですよこれ。どっちかっていうと松山ケンイチさん、つまりゆずると直樹がやりそうだった感じもあったわけですよ。結構これ予想してた人多いはずです。そこを予告で出されてしまうとなんだかなーって。松山ケンイチさんっていうのはそもそも論としてですが、そもそも論としてそもそも論でね、恋愛相談、別れるかどうか、ほっときゃいいんだよ、ほっときゃ、などと、ざっくばらんなプライベートがあるとかないとかなので、そういうのと反対の少し、どぎまぎしてる刑事役に今回は徹するんだなと。まあそう思うと、インパルス板倉さんの謎の男の期待度が高まったのも、まああるんですけど、まあでもこれ、俳優さんとして開花するかどうかっていうのは未知数ですね。サイレントや祈りのカルテなどとは予告の質が違ってきている。昨今テレビ局も公式 YouTube チャンネル作ってて、メイキング含めて様々なインタビュー記事が出てきます。まあある意味私だって予想もしてる、こういう動画出してるわけですが、次回の中にこの可能性、あの可能性っていうのは残していたいわけですよ。それが公式から出ちゃうとっていうか、出過ぎちゃうと今までのドキドキワクワクを奪われる感じがしなくはない。ちなみに私が1月期ドラマでもう一つ取り上げているのがハマる男に蹴りたい女なんですけど、こちらの場合はですね、原作読まない限りは予告にどんなエッチなシーンがあっても全く楽しみを奪われた感じがしない気がします。なぜか、それはそこがどうつながるかはまだわかんないぞっていうのを残しているからなんですよね。ここって結構重要な部分で、なぜか100万回言えばよかったは、それが親切とばかりに多すぎる、多く出ちゃってる感じがしています。もちろんだからといって展開がじゃあ全て読めるわけもないんですけども、先ほども言ったようにサイレントや祈りのカルテなどとは予告の質が違ってきている気がします。サイレントとかさ、例えば港は身を引くのかそれともとか、あんなハイスペックがコンポタ出したとか、その時その時に話題になったのは後から感想になったわけじゃん。プリンの手話にしても同じで、見た後に発見でそれは盛り上がるっていうのもあるよね。あったよね、コンポタ買ったんかい。買ったよ。だが見えてるものはトラップ。Like a radio、ラジオのように聞いてほしい。チャンネル登録お待ちしています。全くの逆説的な話をするのですが、
そこまで丁寧に教えてくれちゃう予告って、実はそれに目を向けさせよう。つまり、他から目をそらさせようとしてる感じがしないでもない。ほらほら、この人が注目ですぜーって誘導してるかのような。これは何か。ただの接続詞と言わんばかりに見えているものは、目をそらさせるトラップ。重要キーマンはまた別だからっていう大どんでん返しをドラマチーム全体で視聴者に用意しているかもっていうね。なんかそういうのも考えられそうで。でも、それにしても、予告ですでに謎の医者、とか、謎の男もだけど、あとは、ユイが遺留品の確認的なそれをするっていうのは出ちゃってるよね。展開としてピュアピュアな感じともかけ離れてきてるよね。次回が分かりやすすぎるくせに謎解きとピュアピュアタイムがぼやけてる。どこに目を向けているべきなのか。ここからまとまり始めるはずがまだ本当は全容見せない的な。やるな TBS。 伏線はとんでもない人物なのか。まあ前回もこんなに怪しそうなくせにまだ怪しくないってオーナーと医者の話をしたわけなんですけど、見た目でとんでもないこと言うもんじゃありません。なことは言っちゃいけません。里親しかりで、超重要人物、キスマイブサイク的に言うと、スーパー重要人物はまだまだ別に出てくるんでしょうかね。それとも、被害者事件と直樹の死んだ理由、いや、実は直樹がまだ死んでいないなら2話では遺体は上がらないんですよね。そして、あの畑にいた女の子こそがっていうそれも。しかし、あまりにもネタバレじゃないか。やはり簡単に見えているものはトラップなんじゃないかと。だから小さな変化に注目すると、どうやらゆずるの家の、つまりお寺の事情は2話ではそこまで取り上げられなさそうです。むしろ謎の男と謎の医者、もう謎の医者になっちゃってる。医者もなぜか、直樹の件を知ってそうな感じが強い。ユイの気持ちが分かってそうな気もする。それが偶然ユイを助けたのか、あの日の交通事故になりかけたそれもユイと医者の出会いは必然だったのか、なぜなのか。そうなってくると残るのは、やはりオーナーと警察署のあのユズルが振られた女性。このあたりに最終的な鍵があるかのように思えてくる。もう思い直してくると言ってもいいかもしれない。直樹だけに思い直してくる。だが、それすら金曜日の2話が終わってすぐ3話予告でぶった切られたら、また伏線回収の見直し、やり直しが始まっちゃうんですよ。泣かせますね。第1の怪しい、第2の怪しい、これは第5話くらいまで行かないと見えないものだらけか。そんな気すらします。感想考察泣かせ、100万回見直せばよかったになりそう。TBS の狙いはそこが、そこなのか。そしてピュアピュアな話をどう向かわせようとしているのだ。100万回言えばよかったの結末とかけまして、TBS の話の作り方と解きます。その心は、とんでもなくびっくりなストーリー。第5話あたりまで予告のやり方とかやるんだろうな。いや別にディスってはいないです。うまいこと言ったつもりでディスってないです。TBS さん申し訳ございません。いつも見てます。よかったらラジオの方で私使ってください。まあ、ちょっと複雑になってきましたね。ちょっと見どころがあると言えば、見どころがあると言えば見どころがある。そんな感じもいたします。ありがとうございました。それではまた。お相手はタバシンでした。Sweet one, see you. Adieu.